っぱれの時間です。よろしくお願いします。満開ですね今日も。そうなんです。最高じゃない。もうあの世の中は桜が散ってしまって新緑の季節に移ったので、まあ、自分が咲いていこうという。いやでも今ねツツジとかも綺麗ですから、はい、綺麗でしたね今日、うん、ロケバスからも綺麗なのたくさん見えました。そうそうそう。でも、うん、もう今日も夏としてやっていきましょう、はい、我々ほぼ、まあ、それですね。暑いんで早めの半袖の登場でしたよ、はい、まさか4月中にとは思いまして本当にね、うん、こんな暑い本日どこの街紹介するかと申しますとドン寒川町でございます。はい、寒川町県のほぼ中央に位置しておりまして、うん、人口はおよそ4万8000人です、うん、相模の国一宮の寒川神社が鎮座している町ですね。寒川町ですよ、はい、で今私たちがどのあたりにいるかというとあもうね後ろが実はね線路なんです。ははは線路、はい、このはいこの相模線の JR だ。はいこの辺りかな、うんうんうん、はい、寒川駅から比較的近いあたり、うん、もう線路のすぐ横からスタートしております。いいですね、はい、なんかどっかに連れてってくれそうなね。通らないかなさすがにねさっき我々到着した時一本電車過ぎてくの見えたから、うん、そんなすぐには来ないかな。でも前の通りも、はい、うん、結構の交通量でね。そうですね、おう、にぎやか。圏央道が近いとか。圏央道、あ、そうか圏央道ね、うんうんうん、便利ですもんね。そうですね、うんうんうん、あ、広い広い。お寒川はやっぱ寒川神社ね、いいよね。行きましたよね私たち2年前か、うん、行きましたよ、うんうんうん、やっぱりあの八方除けね、はい、方位除けをやってるけどなかなか八方除けって、うん、あれ全国で八方除けって寒川だけでしたっけ。あれわかんないです。そうなんですか。割とね方位除けってやってるけど、はいはい、八方除けんのはね、うん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 、でっかい古城なのかな、ね、え工場直売とんかつ職人、 ヒレカツサンドって書いてますよ。ここお店なのか。ここがもうここでこれ直売所か。これがこうあんまりとんかつの工場直売って聞いたことないですけど聞いたことない。でも本当だ。あっすごいいっぱい並んでる。あ、お弁当も売ってんのかな。弁当も売ってんだ。お弁当か。うわうわうわ、こんにちは。こんにちは。工場で、はい、そこで作ったとんかつをここで直売してるんですか。そうですね、こちらの工場でカットしてパン粉漬けまでやってここの売店で揚げさせていただいてます。じゃあ本当に出来たて。そうですね、出来たてをお渡ししています。ちょっとメニュー見ていいですか。はい、どうぞ。朝食べないで来ちゃったからもうああすごいすごいすごい。美味しそう。特売とかもいろいろやってんだ。そうですね。あ、もう揚げたてのものが並んでる。一口ヒレカツ5枚で600円。一口の大きさじゃなくないですか、はい、結構大きいですうんうん、うん、結構でかい。あ、これこれとかもすごいですよここの特厚ロースカツなんかも違う、厚特ですよ。厚厚分厚くてお得ってことかな。ああなるほどね、はい、あ、今開けてるんですか。中も藤井さんちょっと、ね、こっちから行っていただいて。なんか結構広い、うん、ちょっと後で。お店もどれぐらいやってるんですか。一応今、2年やらせていただいております。2年、はい、うんうんうん、うわあきらさん、さっきの厚得注文しません。ちょっといいですか。はい、ね、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、どれぐらい暑いんだろう。どれぐらい暑いんだろう。もう普通でも結構な厚みありますけど、うんうんうん、ここで揚げてね作ってくださるんだ、ね、あ、じゃあこちらが厚所でございます。ありがとうございます。やっぱ地元の方なんかよくいらっしゃいますか。そうですね、地元の方が結構この後ろの黄色い看板が目立つのでよく来ていただいております。私たちもそれを見て確かに寄りました。はい、ありがとうございます。車乗ってる人この黄色い建物出てきたら一回、ね、なんだと思ってなりますでしょうね。なんかパッと見だと分かんないですもん。売ってると思わないですもんね直売でねそうそうそう、売ってると思わないから。あ、なんかいいサクサクの音してますよ。今切ってくださってる。ここわー、すごい。え、しかもすいません、はい、何ですか。ラスクですよね。あ、そうですね、一応大好きだからすぐ目行っちゃう。カツサンドを販売させていただいてるんですけど、うんうん、その際にパンの耳を切り落とすんですね。その際フードロスの観点で、はいはい、揚げてお客様にもお渡ししております、うん、そうですか、やった。
美味しそう。ちょっと揚げたてだったら、なんかいい音、サクッと鳴らせるかな。あ、アキラさんの ASMR ですね。そしたらもう今日はそれでスタートしちゃっていいんじゃない、はい、すごいですね。とんかつの柵で、柵でスタートしましょうよ。スタートするなんて。あ、じゃあ、はい。ありがとう。熱い。ソースの方もかけることができますが、うん、いかがですか。いや、そのままいっちゃいますよ。よろしいですか。はい、じゃあ、はい、大丈夫です。今食べるので、はい、そのままいただいてもいいですか。はい、じゃあ、アキラさん。うん、ちょっと熱いかな。あ、そうか、熱いか。いいですか。あ、ありがとうございます。すいません、はい、すいません、ありがとうございます。私お持ちしますよ。あららら、はい、どうぞどうぞ。ちょっとね、ノキさんのこれめがけてね。あ、すごいすごい、こんなにマイク近づいてますよ。すごい。いきますよ。はい、じゃあマイクに向かって、あっぱれ神奈川大行進。混んでるとこ行きたくないなっていうのが私はいつもあるから。実家帰るとかね。いや、そうなんですよね、うんうんうん、はい、うん、お、すごい音した。あ、新幹線撮ってます。新幹線ですね。もうこれカメラが回った状態で歩いておりました。はい、ということで、今ね、新幹線も通りましたけれども、倉見駅の近くに来ておりまして、この見のあたりかな、はい、はい、このあたり歩いております。もうゴールデンウィークの話してましたよ。はい、してました。早いよ。私たちはじゃあ仕事がちょっとありつつ、ね、休みもちょっとあるって感じのあればいいかななんて思ってますよ、はい、そうですね、うん、でも本当にそれこそこうやってあっぱれで見て、ゴールデンウィーク中あそこ行こうとか思ってくれたら、はい、確かにそうですね。嬉しいですよね。いろいろリスト化していきたいところをね、今日紹介するところも、ね、うん、来てほしいもん、うん、うん、あ、似顔絵看板シリーズじゃないですか。本当だ。ベッカム、湘南マシンさん。ベッカムヘアですか、これは。でかい。ベッカムヘアね。しかも職人さん募集してますよ。本当だ。そこの職人さんね。そこのあなた。いいじゃない。一緒に仕事してみませんか。お電話でも直接お越しいただいても OK です。直接職人。ちょっと一回行ってみましょうか。職人に なります。あ、あれ。もうご本人が。え、すいません。ご本人か。はい。こんにちは。看板の人。ちょっとパワーアップしてますか。パワーアップしてます。看板の何よりパワーアップしてますね。ちょっと随分前にちょっと書いたものだったんで。この頭のとんがりは頭のとんがりもなくなっちゃったんで。今もうないんですか。ちょっと僕もまたパワーアップして、あの進化してるって言ってます。そっくりですね、はい、でもね、肌ツヤがやっぱり年取っても進化してるんですよ。はい、ありがとうございます。職人さん募集なんてありましたけど、はいはい、こちら何の校長という会社なんですか。基本は、柱となる仕事は、はい、精密機械加工を、はい、奥の方でやっております。ほうほうほう、はい、今手前は、はい、こっちはですね、今 3D スキャナーで、はい、車のデータを取ってるような形になります。これ3D スキャナー、はい、カメラみたいになってるってことですか。はい、そうですそうです。あのレーザーをこう当てて、はは、 ね、その当てたところをデータを取りして、今そちらのパソコンの方に今こういうデータを送っております。すごい、はい、もう形がすぐに形が出てくる、反映されて。あ、え、これ色は関係ないんですか。はい、色は関係ないです。あ、なるほど。はい、あの色のデータは取ってなくて、なるほど、物の形、うん、形だけを取ってるよ。すごい、すごい、はい、精密。そうなんですよ。すごい精密だ。だってもう、はい、本当になんかちょっとした段々もあの くぼみとか、うん、はい、それで、ね、すごいですよ。これを使ってですね、はい、あの何ですか、図面とかはない、元のデータがないもの、僕をこうデータ 3D でデータを取ったものを、はい、こういう鏡像を、まあ、はい、僕の方で作ってる。似てますね。似てる。似てますか、はい、そっくり。これもちょっと前の昔の髪型になっちゃうんですけども、はい、はい、僕なんです。触ってみますか。うんみたいな感じで。ありがたい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 。はい。やっぱりこの何の。鼻のあたりとか、そうですね、はい、すごい細かく、あの耳だとかね、こういうところなんかも、はい、あの再現できるようなものになります。すごい、はい、こんな細かくできるんだ。こんなものもできたりとかしました、うんうん、はい、へえ、
面白い、はい、もしあれでしたらあきらさんちょっとデータ取ってみます。あの本来はあまり動かないものとかっていうもの、うん、物を取ったりとかするんですけど、うん、動かないもの、うん、まあ、あの人ということも取れなくはないので、はい、ちょっと取ってみましょうか。いいんですか。じゃあデータ取ればこういう像も作れるってことですか。そうですね、像もできますし、はい、あのこういうデータがここにちょっと映し出されるので。そうですか。あきらさんここに座っていただいて、ええ、ちょっと、いつかね、これこっち持ってきて視聴者プレゼント何かね、はい、そんなじゃあこのスキャナーをちょっと移動しますんで。スキャナー、はい、動かせるんですか、はい、これ。これ移動できます。え、これお結構、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。これだって お高い機械ですよね。そうですよね、はい、おいくらぐらいするんですか。これとこのパソコンの編集するソフトも混ぜて大体1700万そのぐらいします。そんなに、それなりの精度の出るものなので、はい、はい、じゃあ現在これちょっと置いてください。はい、そんなすごいもので、え、どうやるんだ。じゃあちょっと今アキラさんをちょっと撮ってもらって、はい、はい、せっかくなんでね、もうアキラさん頭後ろにつけていただいて、はい、目をどっか焦点合わせて目覚め、うん、はい、開けてても大丈夫なので、はい、はい、あのそのままちょっとやってください、はい、はい、お願いします。わ、面白い絵だな、はい、これ面白いですか。面白い、はい、今こちらにデータがこうちょっと出てます、はいはいはい、うわー、え、すごいすごいすごい、え、肌の質感とかまで、はい、うわーすごいすごーい、アキラさんだ、さすがアキラさん、もう動かないでぴったり、本当にすごー、はい、どうなってます。え、もうアキラさんがそのまんま、もう一人います。はい、顎の下らへん、あ、こういろんな角度から撮るんですね。そうです。今ですね、今これ色は撮ってないので、はい、あの今こういう今撮ってますよっていうところをこうあれしてるんですけど、髪の毛はですね、どうしてもデータが細かすぎちゃって撮れないと思います。なるほど、はい、うわ、はい、いやいやいや、これはもう、え、これはもう、これはもう、はい、ちょっと拡大してくれる、はい、すごい、ちょっと待ってください。え、ああ、今ちょっと拡大して、うわ、面白い、はい、シワとか、この辺のシワ、シワちょっと拡大できる、なんか肌、お肌の質感まで、うわわわわわわわ、やめて、恥ずかしいからやめてください。ここまでちょっと、はい、はい、ね、すごい、メイクして、表情綺麗にしてくれてるのに、全部、全部出てます今、はいはい、恥ずかしい、こんな感じで、リアル、はい、いやー、このシワとか、この辺もすごいですね。なんかもっといいキリッとした顔で、にやけじさんみたいな、はいはいはい、いいじゃないですか、はい、あ、そうですか、さすが1700万円の力、はい、違いますね、はい、こりゃすごいや、はい、え、そして奥でも何かやられてますよね、はい、あの奥の方で機械をあの削ってる機械がありますので、はい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 、ぜひちょっと見てください。あきらさん、ここであれで像を作った方がいいですよね、はい、埼玉の地元に行きます。今あのうちの、はい、主力 の、 あの、はい、機械なんですが、はい、今ちょうど削ってますけど、すごいすごいすごい、まあ、ちょっと見ていただいて、これは今何を作ってるところですか。ですね、これはね、ちょっとあの自工具ですね、うちで使うちょっとジグみたいな感じのものをちょっと作ってます、はい、うわー、これ細かいのができていくんですか。はい、こういう職人さんを今募集してるわけですね。はい、今この機械でちょうどこの鏡像を、あの、なんでお前が持ってんねんみたいな、はい、鏡像を、はい、作って、ちょっとビフォーアフターじゃないですか、はい、シュッとしましたよみたいな、はい、そうですね、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。面白い会社、ぜひちょっとこっちをどうぞ。そうですね、はい、今ちょっと面白い動きをしてるんで、はい、はい、あの斜めにこのテーブルがこう斜めになったりとか、テーブルが、はい、回ったりだとか、はい、こんな感じで、あ、すごい、はい、そっちも変わるんですか。はい、この街のあっぱれさーん、はい、新コーナーのお時間でございます。はい、このコーナーはその街で活躍する若手若き社会人に注目して、その頑張りを応援していこうというコーナーでございます。楽しみですね、今日も。はい、で今日はこちらのお二人でございます。
はい、寒川町役場にやってまいりまして、うん、企画部広報戦略課もがき正弘さんと総務部人事課の藤本結衣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう我々の地方自治体に入ってきましたか、はい、役場の中に来ました、はい、そうですか、はい、もうお二人は長いんですか。私が今2年目です、うん、はい、2年目、私が半年目になります。そうでも本当にフレッシュな2人です ね、 ですね。じゃあね、ちょっと ね、 ね、職場を見せていただいてもいいですか。あ、はい、ね、我々、はい、うん、普段だってここから先超えることないないです、ないです、ですからね、絶対ないです、はい、失礼いたします。ああ、なんかちょっと緊張感ありますね。綺麗だな、高浜町の役場は綺麗ですよね。整ってる、うん、素晴らしい。いろいろあれか、個人情報とかね、そうですね、扱ってることも多いから、はい、気使うでしょうけど、はい、もがきさんは普段はどういうお仕事されてるんですか。私広報戦略課なんですけれども、名前の通り、あの、うん、広報誌、町の広報誌ですね。はいはいはい、はい、あ、見たこと、実家によくありました。これ来ますよね、毎月来ますよね、はいはいはい、うんうんうん、こちらが4月号とかのもので、今は5月号の、はい、あの、はい、作成をしてます。おー、はい、そうですか、こういうの作ってるんだ、はい、他には広報だとどういう仕事があります。他にですとロケの誘致だったり、うん、あとは記者発表といったもので、はいはい、記者だったり、もちろん町民の方々に向けて情報発信する仕事をしています。おー、そうか、ロケとかも結構来るんですね。はい、そうですね、うんうんうん、そうですか、そうですか、ははははは。2年働いてみてどうですか、うんうん、お仕事はやりがいありますか。はい、町の町民の方とすごく触れ合う機会もあったり、イベントだったりもあるので、うん、そういったところで町の方からありがとうっていった言葉かけていただいたり、うん、移住相談も行っているので、なるほど、移住してきてよかったっていった言葉をいただくとすごくやりがいを感じます。どうですか、逆にここ寒川ここがいいなみたいなアピールポイントというか。寒川は人がいいです、うん、あ、町民だったり、ね、うん、町の職員も1年間働いてみて、うん、すごく本当に温かい人が多いなっていうのを心の底から感じるので、はいはい、うん、本当にそこがいいところですね。はい、しっかりしてるわ、ね、今フレッシュの若手ですけど、一緒に働いてる上司の方は優しいですか。社員としてのね、見てください、あっちに上司の皆さんいらっしゃるのでちょっと答えづらいかもしれないけど、どうですか。そうですね、すごく優しいです。あ、はい、人がいいですもんね、すごく優しいそうです。あ、はい、そっか、いい、若手だけの LINE グループとか作ってない大丈夫、みんな一緒の、みんな一緒の LINE グループ、みんな一緒のね、はい、でも広報誌のなんかお写真とかも綺麗ですね。あ、はい、うん、こちらの写真、表紙の写真も、うん、町のインスタグラムがあるんですけれども、いや、あの町民の方にハッシュタグサムカワイイで投稿していただいたものの中から写真を選ばせていただいて、うん、なるほど、実際に町民の方が撮った街の写真を、なるほど、はい、え、どれぐらいいるんですか、はい、フォロワーの方は。今1万3000ちょっとですね、4000に目前です。俺より多いじゃん。どうやったらフォロワー増えるんですか。コメントとかが来た時にいつもコメント返したりして、多分自治体だと珍しいと思うんですよ。地道な活動でコミュニケーションを取って、俺動画上げる時じゃ俺も全然意味ないけど、サムカワイつけようかな。ぜひ増やすために邪魔になっちゃいますよ検索の。マジ他のもやっておりまして、こちらの記念広報誌というもので、婚姻届出された方だったりパートナーシップ宣誓出された方に向けて、うん、記念広報誌といった事業を行っておりまして、うん、町の写真と署名と、うん、あのこちらの方に皆さんをおめでたいことをお祝いするための事業をやっておりますので、ぜひ広報戦略課もしくは下の窓口までお声かけください。お願いします。告知か、告知スムーズに入ったね。これは別に2人じゃないですよね。そう、そうかもしれないですね。これはね、これはちょっと違うです。違いますか。上手、素晴らしい告知でした。いい、藤本さんの方にも、はい、普段のデスクのところもいいですか。はい、こちらが、はい、よろしくお願いします。綺麗だ、本当に、うん、すごい綺麗、やっぱりね、そこまでね、うんうんうん、町民の方もいらっしゃるから、はい、綺麗にしないとね、机が綺麗だと頭の中クリアになりますもんね。確かに、
どうです？こちらも汚い。汚いの私の机の上は本当汚い。汚い。こちら席になります。ここで働かれてるんですね。普段はどういったお仕事なんですか？私は職員の給料に関することについてやっています。また社会保険なので共済組合制度っていう制度があるんですけど、そういったちょっと難しいような内容に触れています。ですか。お金とかを扱う。そうだ。でちょっと藤本さん、はい、怒らせたら来月給料減るとかそういう権限はまだないですか。まだないんですけど、いずれかもとか。そうか、大変だね。細かいお仕事されてるんだ。そうですね。集中力が必要な。そうですね。ここでちょっと無理やりになってしまうんですけど、はい、告知をさせていただきたく、その川町では職員募集を行っています、うん、5月の1日から5月の26日の期間で職員を募集します、うん、職員の募集の職種としては事務職と保健師と技術職になります、うん、その川町にぜひ来ていただけたら思います、うん、その川町の若手は告知がうまい。告知うまいですね。流れるように告知に入りますね、2人とも。いや、ぜひ皆さん職員ね。そうですね、興味ある方は2人と働けますからね、はい、うん、待ちしてます。ありがとうございました。すいません、そのままです。いや もう寒川町役場がもうすぐそこにありまして、はい、うん、役場のもうすぐ目の前のお店、蔵のカルビさんにお邪魔します。ありがとうございます。はい、楽しみ。普段17時から営業してるんですけれども、今日は特別にこのお昼の時間帯に開けていただきました。ありがとうございます。それこそ、はい、役場の方も斜め前だからもうすぐ来たりするのかな。そうですね、宴会とかで使ったりするのかな。ね、あ、うん、あ、すごい、黒毛和牛、え、全て英語、英語すごい、いろんな部位、こういうのってよくね、鉄板焼きのこういうシャシャってやってくれるね、ステーキなんかでこういうの見ますけど、シャトーブリアンだって、そっちも、牛タンもあるんだ。あ、美味しそう。あ、へえ。そしてなんだか可愛い。ちっちゃいこの写真もお子さんがいらっしゃるのかな。ね、はい。わあ。お邪魔いたしましょう。よいしょ。よいしょ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔いたします。いいですね、なんかもうちょっと、お酒もいっぱい置いてあって、お邪魔します、よろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。ただこっちになりますね、ご案内します。はい、ありがとうございます。あ、スタッフの皆さんが迎えてください。子供いるとね、こういうのあったら嬉しいんですよ。あ、本当だ。そう、ご飯食べられて、ベビー用品が。そう、ただこっちになります。お願いします。いらっしゃいませ。じゃあ奥行っちゃおうかな。はい、ありがとうございます。お邪魔します。うわ、もう七輪が、はい、ご用意いただきました。ありがとうございます。お店の前のあの写真というか、すごかったですね、お肉の。ありがとうございます。圧力が。もう目の前にないんですけども、絶対うまいんだろうなと思いながら入ってました。ビリビリご用意してますので。同じものをお出しするので、はい、ですか。写真に負けないぐらいですね、ご用意してますので。はい、結構地元の方が多くいらっしゃるんですか。そうですね、地元の方もいいけど、意外と遠くの方から来てくれるお客さんも多いですね。そうですか。やっぱり家畜でゆっくり食べたいっていうお要望と、はい、やはりお子様がいますと、ゆっくり食べれない、危ないというイメージが持たれてまして、はい、でその気持ちがすごい分かりつつ、このスタイルでお用意させていただきました。入ってくる時も離乳食、そうですね、あそこにも子供の座れる椅子あって、お店とかもありますもんね。座布団を重ねても子供ってどうしてもずれちゃうから、はい、ね、難しいんですよ。そうですね、膝の前に、ね、抱っこしたらこう手に座っちゃうし、そうなんです。布団とかも一応用意してあって、はい、お仕事でしたり、布団も、そう、ちっちゃい布団も、ね、じゃあ、ありがとうございます。スタッフさんもありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。こちらはもうご夫婦ということでよろしいですか。あ、そうです、はい。違いますって言われたら変なこと聞いちゃったみたいな。あ、お肉、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとこれ、ごめんなさい、どういうことですか。
か。牛タン、US の、はい、厳しい基準を通り抜けた、厳選された、牛タンとなります。産元のみ使用している感じですね。ここの部分ですね。ここの部分のみを使用しているお肉となっています。なるほど、はい。こうなる前の状態ってことですね。そうですね。牛タンの、そうか、切る前の状態見ることないから。あんまり見ない。あ、これね、これね。そうか、はい。あ、また来た、また来た。これじゃサーロインになりますね。サーロイン、はい、はい、あ、すごい。あ、サーロイン、すごいすごい。ありがとうございます。ちょっと待って、すごいよ、これは。サシがすごいよ。うわ、これを焼いていいんですか。レモンも来て、はい、まだ来るんですか。まだ来てます。そうですね。レモンも失礼します。まだ来て、もも肉、もも肉、もも、はい、はい、うわー、ちょっと待って、どう食べたらいいんだろう。何から焼いたらいいんだ、はい、え、まだ来るんですか。シャトーブリアンになります。シャトーブリアン、これが、はい、入り口で見ました、はい、入り口で見ました。テレビでしか見たことないやつ。すごい高級なんですよね。そうですね、こちら一番人気になっている商品になっております。はい、はあ、そうですか。これは店長どうしましょう。何からやりましょう。そうです、牛タンの方からです、ね、牛タンからですか。はい、じゃあ何個か同時に焼かせていただこうかな。どうせ食べちゃうんだから、はい、そうですね、我々そしてペロッといっちゃうんだから。ちょっとずっと気になってはいたんですけど、うん、今日はお子さんになんか遊び場として開放してるんですか。はい、すべて私の子供たちです。実は5人兄弟ですか。いや、8人兄弟です。8人兄弟です。 8人兄弟で、どこまでが、ちょっと待ってください。この店員さんも、はい、店員さんも長女になります。長女さん、長女さん、今次女が、今次女がちょっと今ちょっと今料理をつけてますけども、はい、で3畳ですね、はい、で4畳、こちら4畳になります。はいはいはい、はい、で長男と次男と三男がいます。はい、で一番下がですね5畳になります。そうですか。自分、そうですね、44になります。もう全然下です、はい、45になります。おー、下です、下です。次女、勢揃い、これで勢揃いですね。次女、勢揃い、勢揃いです。はいはいはい、そうですか。だからこうなんかお子さんへの、ね、うん、配慮がいろいろお店でもあるんですね。自分たちも東京に行けなくて、はい、なかなかね、はい、そうでしたか、はい、ちょっとご主人、食べ物ですか。もう OK です。もういけます。もういけます。社会くらいでも大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。いけます。ヤンキルさん、ちょっと、はい。あ、これ、やばい。焦がす。どうですか。奥さん、音は聞こえてますか。はい。大丈夫。どうぞ。パンももういい。パンももういい。こちらの方に来ます。パンももういい。ありがとうございます。レモンがそちらにあるので。こちらにも、レモンで。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろね、いろいろ気になる部分がたくさんあるから。すみません、ありがとうございます。美味しいのは見ていただいただけでも分かると思いますよ。はい、ありがとうございます。お肉最高ですか。お肉、皆さんお肉大好きですか。ケイクラさん、牛タンをいただきましょう。はい、いただきます。うん、柔らかい、この弾力と厚みがすごい。ありがとうございます。牛タン美味しい。シャトーブリアンをいただきます。なんだろう、噛めば噛むほどこのそうです、ね、お肉の味がどんどん出てきて、うん、美味しい、うん、これ美味しいね。塩、うん、お塩も少しあって、お塩かけるといいんですか。はい、お塩でシャトーブリアン、お塩と、はい、わさびがこちらに、わさびもつけて、あ、いいね、スイコちゃん、いい、カメラ目線で、いいね、いいですね。あ、みんな遊んでるところ、
ょっとお邪魔します。お肉好きですか？はい。何が一番好き？カルビです。カルビ。カルビと？タン。タン。タン。いや、もう舌が超えちゃってもう他のところで食べらんないでしょこれ。ああ。いいお肉いっぱい食べてんだ。いいね。どう？お父さんとお母さん優しい。安い。でもいいですね、ご家族で、ね、そうですね。また来る人も家族連れが多かったりしたら、すごいハッピーな場所ですね。そうですね。みんなお腹に、あの赤ちゃんのお腹にいる時から来てくれて、生まれてからも来てくれて、どんどん大きくなっていく感じ。なるほど。成長が見られていくんですよ。そう、家庭家庭のお客様の成長が見られていくっていうのはすごいこちらの方も嬉しくなり、かつで私たちの成長も見られているっていう、あの本当にお互いあの、大きくなってそうですね。お子さんたちもここやられて13年になるんですけども、もう小さい時から見てくれるお客様もいつつ、はい、でそのお客様も結婚して子供もできてっていう、ここでなんか人生が見える焼肉屋さんですね。すごい、肉だけではなくなんか心もこちらの方も本当にはい、本当に、はい、皆様の本当に成長を見ながらお肉屋さんをやってるっていうイメージですね。それこそ今今日我々来ましたけど、何年後かに来てもうこんなに大きくなったのってありますもんね。そうですね。何年後かに来た、もしかしたらいや孫できましたとかね、あるかもしれない。あります。今私たちこの倉見駅の倉の下あたりかな、はい、東海道新幹線とこの首都高とが交差してるあたり、ちょっとこれが新幹線ってことですか。そうですね、この上走ります。あ、はい、高架下におります。すごい、はい、あ、マサスポーツシステム、あのテニスって書いてます。あ、本当だ、テニス、なんて書いてあるんだろう。ビーチリゾート、ビーチリゾートいいね、ここに俺大変テニスやってたからちょっとこう、そうですね、経験者ですよね、うん、楽しいんだよなテニス。ほう、あ、ちょっと声がスルスル。ビーチってどういうことですよね。ね、あ、砂浜見えます。あ、本当だ、ビーチだ。質問して大丈夫かな。失礼します。失礼します。こんにちは。あ、あれ、お、え、テニスコートか、こっちは。じゃあ、なるほど、こっちはビーチバレーみたいな、はい、で今テニスされてんのかな。ああいうのがあるのかな。砂浜です ね、 ね、あ、すごい。でこっちがテニスコートだけど、野球部ですか。あ、野球部、野球部です ね、 ね、なんかやってる。テニスコートで聞けるかな話。あ、すいません、こんにちは。こんにちは、ちょっとお話いいですか。はい、あれ今これ何のスポーツやってんですか。あ、こちらは、ベースボール5といって5人でやるバットとかグローブを使わない野球のことです。え、昔からありました。いや、結構最近できたスポーツで。あ、そうなんだ、はい、初めて。なんかちっちゃい時はね、それこそ柔らかいゴムのボールで投げたやつを手で打ってやったりしてましたけど、はいはい、それいう感じですか。あ、はい、そういう感じです。あ、あ、でもピッチャーいないのよ。ピッチャーいなくてバッターが手で打つ感じ。自分で打つ、ノックみたいにしてやっていくんだ。はい、あ、あ、チェンジかな。ちょっとあの、あ、網越しもあれなんでいいですか、なんか。あ、ありがとうございます。失礼します。失礼します。え、それで皆さんは何のチーム、このベースボール5のチームなんですか。いや、僕らは寒川高校の硬式野球部で。あ、うん、はい、野球部なんだ。はい、え、あ、そうなんだ。でもなんで野球部がこのベースボール5をやってるんですか。お、まあ、練習の一環っていうのもあるんですけど、はい、今はあの教えようっていうやつをやっています。あ、なるほど、はい、そういう活動もしてるんですね。キッズたちにみんなで楽しんでもらおうと、はい、そういうことなんですね。あ、うまい、うまい。そっかそっか、バットとかなくて もう手で打てるから。確かに誰でも取り組みやすい。はい、そうです。私になってるんですね。確かに、あの、何、ピッチャーどんなにゆっくり投げられても投げられた球を打つって結構難しいですよね。難しいですよね、はい、これだったら絶対打てないことないもんね。はい、そうか。あ、しかもグラブとか使ってないから、うん、球も取りづらいんだ。取りづらいですね。柔らかいのかな、はい、あのボール自体が。まあ柔らかいですけど少し硬みのある。へー、
うわーちょっと、あー皆さんのお話ちょっと聞けますか。はい大丈夫です。うん、集合かけてもらってもいいですか。集合、はい、おおすごい、キビキビして気持ちがいい。野球部の皆さん、あ、すごい、一列に並んでくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。広々と試合するみたいですね、こうやってね。あっぱれ神奈川大甲子園と申します。よろしくお願いします。二人しかいないけど大丈夫。お願いします。お願いします。やっぱもう野球部といっても、もう坊主の時代は、我々の頃はね、全員丸坊主でしたけど、うん、今自由なんですね。自由なんですね。そうか、これ全員ですか。あ、今これいるのが全員です。全員、はい、そうですか。へー、じゃあ皆さん普通に公式野球を普段やってて、どうですか、ベースボール5、面白いですか。面白いです。面白い。へー、どんなところ面白いですか。やっぱ自分でグローブだと入りやすいんですけど、うん、手だと入りづらいんで、うん、そこはみんなが楽しくできるとこかなって。なるほど、道具あんまり使わないから。そうです。ねえ、こんなので一番うまいというか。はい。早すぎない？本当？はい、すごい瞬発力でした。僕が一番上手いです。あ、ベースボール、あ、野球も上手い。野球が上手いです。どっちも上手い。どっちも上手いんだ。そこはリンクするんですね、野球の上手さとベースボール5の上手さは。ちょっと一発じゃなんか打ってもらえたりする？うまいところ見たいな。うまいところやっぱ見せていただかないと。どう？守備行く？守備行く。なるほどね。守備も守備があるか。うん、打つのが上手いの？いや、守る方が上手いです。守る方が上手い。じゃあ守ってもらいます。じゃあ華麗な守備。サムカーの牛若丸だった。いいね、いいね、ファーストも行って。はいはい、うん、じゃあちょっといいところにボール飛ばしてもらって。はい、走れ走れ。はい、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 もう一回、もう一回、もう一回、はい、もう一回、もう一回、もう一回。我こそは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 、はい、キャプテン、キャプテン、レッツゴー、行きます。はい、はい、あ、うまい、うまい、うまい、わー、すごい。今はもうギリギリだから、これやんないとダメですね。リプレイ、リプレイ。今これやんないと判定しないとね。いや、早かった。いや、すごいですね。ナイス。もうちょっとで夏の大会も。はい、そうですね。そうか、あと2ヶ月とちょいっていう近い期間ですね。目標は、まあ、やっぱ去年先輩たちはやっぱ悔しい思いで、まあ、送ってしまったので、やっぱそんな思いはしたくないので、うん、まずは夏一勝するっていうのを自分たちで目標にして今練習取り組んでます。あ、頑張っていただきたい。うわ、頑張って、うん、じゃあ俺がちょっとノック。じゃあ最後、アキラさんが。じゃ皆さん守備お願いしてもいいですか。おい、アキラさんの走るからな、俺は。見せてください。はい、はい、一つ。あ、あった、やった、うまいわ。あと趣味うまい、早いよ。くそ、一回戦通過してくれよ、夏は。早かったな。いや、すごいね、うまいね。あっという間に。緑が気持ちいいね。はい、この緑は寒川神社の参道になりますね。今私たちこの辺りを歩いております。いやー、なんて気持ちがいいんでしょうか、うん、しかも寒川神社ってもう参道めちゃくちゃ長いですよね。長い、お正月すごいんでしょ。あ、らしいですね。もう1キロ 何キロと並んじゃうらしい、うんうん、すごい、うん、あ、お便りですか。お便り、はい、はい、ありがとうございます。いつも皆さんありがとうございます。横浜市の谷志丸さんからいただきました。はい、ありがとうございます。毎週楽しく拝見しています。4月7日に照井アナを目撃しました。照井アナはテレビで見るよりずっと華奢で小さくとっても可愛かったです。プライベートのようだったのでお声かけは控えていたのですが、お声かけしても大丈夫だったでしょうか。4月7日って何曜日ですか。日曜日。日曜日、先週の日曜日ってこと、うん、ですかね。そういうことですね、日付的に言うと。うん、あれだ、多分私横浜赤レンガ倉庫のお花のイベントに友達と遊びに行ったんですよ。それかな、それかな。確かにめちゃくちゃ人いたんで、うん、あ、
ぜひ話しかけてください。はい。よかった。いやなんかすっぴんとかでね歩いてることもあるんで、あの時はちゃんと化粧もしてましたし。よかったです。悪態ついてなくてよかったですね。よかった。よかった。いつもね礼儀正しく生活してるんで、まあ、どんな時を見られても大丈夫なんですけど、うんうんうん、あびっくりした。はい、ぜひ声かけてくださいね。はい。なんかされてる。なんかされてます。ちょっとなそんなことあります。そんなことないですよね。え？それでもこれは何されてるんですか？あ、今日は吹きガラスをやってます。はい。あ、本当だ。本当だ。先っちょに。これはあ、熱いです。熱いです。熱いですよね。はい。それをプーで吹くとこれが膨れるあのやつですか？あ、そうです。はい。え、ここは工房か何かですか？そうです。はい。すごい。ちょっと中見せていただいてもよろしいですか？はい。ありがとうございます。これからの時期暑いでしょう。そうですね。暑いです中。ねえ。暑いので。うわあ、ああ、メラメラと燃え上がってますよ。これはすごいやん。わあ、へえ、でも綺麗な工房ですね。うん、あ、そう、まだできて1年とかで。そうですか。はい。でもどういう作品というか商品を作ってるんですか。あ、よかったら中にあるのでちょっと見てみてください。あ、本当だ。はい、あ、失礼します。はい。うわ、カラフル綺麗。はい。あ、ちょっと、あ、え。え、なんでこれ中に何かある。中に、はい、ガラスの中に何だろう、ひまわりとか書いてるのかな。これ絵が見えますね。色をつけてるんですか。あ、その色もガラスで作っていて、はいはい、とこんな感じなんですけど、金太郎飴みたいなガラスの粒を作るところからやっていまして。これも作る、当たり前です。これも作ってるんですよね。はい、これも、いわゆる金太郎飴みたいに。そう、金太郎飴みたいに、なんかこんな感じなんですけど。 あ、これか。あ、こういう、わ、食べたくなっちゃう。これは何になるんですか。これはあの鳥、目白です。あ、本当だ、目が、はい、この目とかも、この白と黒とかも、うん、つけてってことですね、こんな細かいの。あ、そうです。はい、大変だ。そうですか。はい、ここにあるだけでももう何十種類ってあるじゃないですか。はい、これちょっとミスったらもうそれ一本丸々ダメになるわけでしょ。ちょっとうまくいかないなとか。あ、そうですね。なんかバランスがとか、やっぱ色が濃かった薄かったとか、そういうことがいろいろあります。この辺りでちょっと触っても大丈夫ですか。あ、もちろんです。これコップ、うん、なんか分かるかな。それは分かる、桜と菜の花の夏の景色を作りました。はい、すごいな。ガラスの中にガラスが入ってるっていうことなんですね。これとかちょっと幾何学模様みたいに、うん、そうですね、なんか曼荼羅じゃないですけど、はい、くるね、くるくるくるってすごい綺麗。これ、はい、これ文鎮ですか。あ、そうですね。重い、はい、重いガラスの塊になるんですけど、天童虫がね、くっついてるんですよ。はい、天童虫がついてます。その塊なんですけど、下の方にその色のこの絵柄が入っていて、見る角度によってこうちょっと動かしてみたりすると、こう青空が広がって見える瞬間角度があったりとか。色が変わる、はい、変わる変わる、はい、こう、逆、逆、こう、そうですね、はい、これ見えるかな、変わってる、撮る角度で多分こう細い線で表現してるんですけど、それが上がって見える場所が。どこかで勉強されたんですか、ガラスは。そう、一応あのガラス美大のガラスコースを卒業していて、でその後、川崎にあるあやグラススタジオというガラスの工房で働いてました。ここに来れば買えるんですか。あ、やりたいなって思ってるんですけど、まだまだ実際そこまで、はい、そうだ、はい、吹いてる時にね、すいませんって来られてもちょっとやりたいですもんね。お一人でやられてるんですもんね。そうですね、はい、そうか、素敵。うん、あ、はい、緻密な作りですね。はい、よかったら、はい、見ていってください。はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあこちら。はい。はい、ここで作業してるんですけど、はい。じゃあ、あの、ちょっとじゃあ、ただなんかの、何でしたっけ、ガラスがちょっと伸びるところをちょっと珍しいと思うので、はい、それまずあのちょっとよかったら見てってください。はい、ありがとうございます。はい。ここでガラスが溶けた。ああ、すごい。今12001200度。すごい、はい、ドロドロに。もし熱くなければちょっと近くで負ける瞬間もこんな感じで溶けてるんですけど、こんな感じで。ああ、本当だ、すごい。
水飴みたい。水飴みたい。うわで、まあ、回転止めるとこう垂れてっちゃうぐらい柔らかいです。あー、はい、あー面白い。あ、これを丸めてくるくるやって形を作ってと。はい。で、まあ、これで吹き竿といって中空の竿でやれば息が入るんですけど、これはちょっと棒なので。はいはいはい。でまあ、こういう風に伸ばすこともできるよっていう。例えばこうなって、こっちやったりして、で、こっちやってやったりすると伸びてくんですよね。すごい。いつもより多めに伸ばしてます。すごいみたい。そうこんな感じで、はい。やっぱ吹くのとか多分見たことがあるかなと、はい、伸ばすとかにあんまりこんな伸びるんですね。本当だ。柔らかいうちは、はい、あ、すいません、はい、これ固まったら硬くなるってことですもんね。あ、そう、固まったら、はい、硬くなります。なので、面白いや、はい、作業の途中はこれが再加熱する機械なんですけど、うん、この中に入れたりしてまた柔らかくして、はい、やっていきます。お、吹いてます。ストップ。あ、おいしい。おー、出た。おー、すごい。はい、丸まった。丸まった。膨らんだ、膨らんだ。はい。プッてやっぱね、一回抜ける瞬間があるんですよ。そうですね、そうですね。風船と似たような感じ、うんうん。ゆっくり広がっていくというより、一気にボンといくんですね。そうですね。そんな感じでした。そう、ここの竿の中が空気でパンパンになって、うん、って抜けるみたいな感じで。あ、こうやって作られてるんですね。はい、すごいな。あとこう、コロコロするんです、これで。はい。すごいすごい、職人さんみたい、顔がすごいことになってますね。